はい、今日は、シューメイク綾子の、関谷綾子さんにインタビューをさせていただきます。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速質問に行きたいと思います。はい、綾子さん、どのような夢やビジョンをお持ちですか？そうですね、夢やビジョンは、世の中の特に女性の方へ自分の足に合う靴を履いてもらうことで、今よりも健康で美しく過ごせるエネルギーって実は足環境から作れるんですよっていうことを伝えたいのが夢やビジョンになってます。で、今の私は足と靴のトータルカウンセリングっていうのをさせていただいていて、その方の本来の足のサイズ感でしたり、特徴っていうのをアドバイスお伝えをさせていただいているんですけれども、なんかこう一般の靴の選び方って皆さん足がスッと楽に入って、脱ぎ履きができるのがいい靴で、楽な靴なんだっていう靴の基準になっているんですけれども、実は体を支えている土台の靴って部分って足なので、その足を支えるのって足を支えられるだけのしっかりぴったり合う靴ではないといけないっていうのに、靴が重要なアイテムなんですっていうことに気がついてる方ってすごく少ないんですよね。なので靴が足に合うことで本当にお食事レベルで体の美容と健康に直結するんですよっていうことを、なんかもっと伝えていくことで、認識していただくことで、その方の大事にしている日常生活や活動っていうのを足から応援できるなって思っています。はい、いや、本当にそこに着目、私はしてませんでしたでもそこに着目していらっしゃるお客様の声とかを結構見た時にものすごい感動されてる方がたくさんいらっしゃいますよね。ありがとうございます皆さんびっくりとか多いです。ね、なんか本当に変わるんだなっていうのを感じているんですけど、ではその愛子さんの夢を具現化していくためにどんな目標だったり計画を立てていますか？そうですね、その方、目標にしているのはその方自身がご自身の足についている思い込みっていうのを誤解を解いていくっていうことをすごく意識しているんですよね。で、サロンに来てくださってご縁がある方は、皆さん足が痛い、靴がなんせ合わないんですっていう、見つからないんですっていう思いで来てくれてるんですけど、私の足って幅が広くて、靴がちっちゃいから、靴がきついから足が痛いんですよねっていう、だから靴が当たらないように広い靴を履いてるんですけど、でも悩みが解決しないし、でインターネットや口コミでいいって言われてる靴を買ってみたりチャレンジするんですけど、やっぱりもう長年の、足がくの字に曲がっちゃう外反母趾ですとか、足裏のタコの目が消えないとか、小指が靴に当たって痛いとか、悩みはなくならないんですっていう方がほとんどなので、それって私の足ってきっとこうだからっていう思い込みの擦り込みって強烈なんですよね。それが、まず本当の本来の足ってそんなに広いんですかって、本当の足ってもっと、整った状態の足ってご存知ですかっていうのを、おみ足を細かく計測したり触らせていただいたりして、本来履かなければいけない靴ってどういった靴で、本当のあなたの足ってこういう足なんですよっていうのを、思い込みの枠っていうのをまず解かせていただくっていうのに重きを置いてますね。目標といいますか、はい、面白いですね。足にも皆さん思い込みがある ほとんどもう98.5% 以上の方はご自身の足を誤解したまま来られます、じゃあそれが愛子さんのところに行くと、その思い込みから解放される方が多いっていうことなんですね。すごい。見事です。なるほど、ありがとうございます。
なんかすごい時代というか社会貢献になる女性がやっぱり元気になれば世界が変わるって言われている、なんかその根源、その土台っていうところの認識の変化っていうのをすごいされてるんだなって思ってすごい感動してるんですけど、じゃあその目標や計画に対してですね、どんな活動指針を持って、基本活動とか習慣っていうものをされているのかっていうのを聞かせていただきたいです。そうですね、活動というよりはそうですね、活動なんですけど、実際にその正しい靴の選び方、履きこなし方、合わせ方っていうのを知識と理論でお伝えをさせていただくんですけど、実際に足にぴったりの靴の感覚っていうのを体験してもらうっていうことにすごく体験っていうのを大事にしているんですよね。で、人って自分のこう感覚というか、こう体験したことの中でしか物事って判断できないと思ってるんですよね。で、なので実際に頭で理解してもぴったりの靴って、だって痛くなくてかかとが脱げない靴って履いたことない方がほとんどなんで、その足の感覚っていうのを実際サロンではなるべく足に近い特徴の、まあ、一般の靴屋さんに置いてないサイズ展開のパンプスを50足以上と、まあ、足をぴったり整えるスニーカーなんかを使って、足にベストフィットっていうのを体感していただいて感じてもらうっていうことに重きを置いているんですよね。うん、で足って敏感にキャッチするので、一回は靴履いたら忘れなくなるんですよね。なので知識や理論って何だか忘れてしまっても、うん、私の足に履かなければいけない靴の感覚って一回足で履くと忘れないので、それで覚えてもらうっていうのを大事にしています。なんかやっぱりフィットしているものって体も心もわかるですね。すごい足もですし、体もですし、メンタルにも靴は直結本当にすると思っているので、大事だなってしみじみ思います。なるほど。じゃあこうその方に本当に合ったものは、その方のルーティーンだとなかなかこう出会えないものを、靴を50足ぐらい用意してこう履いてもらって、本当にある意味非日常感みたいなものをこう体験した中で、あ、これが本当にフィットしてるんだっていうのを実感体験してもらうっていうことなんだなって思って、すごいなって思いました。なんか綾子さん自身もそういったなんかお仕事以外でもそういったことを大事にされていらっしゃるんですか？お仕事、そうです。仕事以外で、そうですね。やっぱり、実質、自分自身、私自身があんまりもう、体もそんなに強くないですし、体力も、人一倍弱い方なので、すぐ体や、まあ、心やっていうのにすごく影響されやすい体質なので、やっぱり自身が靴が合わない経験っていうのがすごくすごく長かったので、私自身もそうですね、靴を合わせるっていうこと、足を整えて、それのためには靴が必要で、歩く、人間の機能を使えるために歩くっていうことをすごく大事にしてますね、私自身。本当に人間としての機能を底上げするっていう、すごい大事なことをされてるんだなと、はい、思いました。ありがとうございます。じゃあ次の質問に行きたいと思います。はい。ではですね、今、自身がね、体そんなにこう、なんかこう体力あんまりこう、ある方じゃなかったっていうふうにおっしゃったんですけど、この夢やビジョンを持ったきっかけっていうのは、具体的にこう、何だったんでしょうか？お願いします。もともと2つあるんですけど、もともとはずっとこの仕事をする前は百貨店の婦人靴売り場に
て靴の販売をしていたんですよね。でその時に感じた2つの思いがきっかけに今もなっていて、まあ、当時勤めていたのは一番道内北海道内で靴の在庫数っていうのが一番多いお店だったんですけど、そこで、まあ、いろんなメーカーさんや靴でしたりっていうのを試してみても、買ってもチャレンジしても、まあ、全部自分の足には脱げるし痛いし、合う靴は見つからなかったんですよね。一番在庫があるのにも関わらず見つからなくて、でなんなら紐靴でも痛いっていう、でいろんな一番そうマシな靴に調整して履いてたんですけど、そもそも合う靴がこんなにあるのになぜ見つからないんだろうって疑問がだんだん大きくなっていって、今のサイズだけで足に合わせる、きつかったら、まあ、サイズを上げて緩かったら中敷きを詰めてっていう方法だけでは限界なんじゃないかなっていうのをすごく感じるようになりました。でそのもう2つ目は、まあ、当時接客させていただいたご婦人の杖をついて足が悪いお客様の接客させていただいた時に、まあ、冬の寒い今時期の季節にもかかわらず足に履いていたのはシースルーの夏靴だったんですよね。で私はこれしか履けないんけど私に合う靴見繕ってくれないって言われた時に、見たおみ足がすごく変形されていて、もう靴売り場ではご提案できる靴がないなっていう現状がすぐ分かる方で、でなんとかこう履ける靴ご提案したいっていうお持ちどうにかして差し上げたいって靴をいろいろ履いていただいたんですけど、やっぱり痛いって言ったその方が言った言葉が今もすごく残っていて、私にどうせ履ける靴はないのよってすごく悲しい顔でおっしゃったのが忘れられなくて、でなんとかしてあげたくても本当に困ってる方って知識や技術がないと何もしてあげられないっていうのが一つと、靴を売るのがやっぱり靴屋って仕事なので、靴を売っていては、本当のことが言えない、寄り添えないっていう現状を見た時に、そもそもこの靴選びの常識選び方から見直さないと解決しないなっていうのを自身とお客様方を見ててすごく感じたんですよね。なのでそう足が変形してしまう前に合わない靴を履くからですよねって、じゃあそれを正しく伝えてそういう方を未然に防げるためには靴屋にいては伝えられないので、靴屋からまあ離れたんですけど、その自身が靴が合わない思いとお客様 その言った一言っていうのがずっと残っていて今に至ります。なるほど。なんかそんなにこう変形するまでそうなってしまう前に本当に例えば彩子さんと出会えてたとしたら、もしかしたら、ね、本当に自分の足に合った靴ともしかしたら出会えてたかもしれないけれども、ね、なんかそれをこう未然にこう食い止めるというか、本当にこう自身の体と心にもフィットする靴選びの常識を変えていくんだっていう、なんかそういう根本的なこうイノベーションっていうのを本当されてる、こうされようとしてるんだなっていう、なんかすごい足って深いですね。いや本当に全部つながるなと思って。へー、すごいです。なんかちょっともう感動してます。私も足見てもらいたいっていう気持ちになってます。はい、ありがとうございます。じゃあ5つ目の質問の最後の質問ですね。はい、じゃあですね、そういったたくさんのお客様との出会いや自身の、体の声との出会いがあった中で、いろんな発見があったと思うんですけど、なんかさらにこうそういった出会いの背景にどんなことがあったのかっていうのもお聞かせいただけますか？
そうですね、なんか足と靴の悩みが出た時に、自分もそうだったんですけど、当時の。で、お客様もそうだったと思うんですけど、靴屋じゃないんです、ないんだよなと、こう悩みが伝えたい、こう足のかい痛みと悩みから、靴が合わない、足が痛いって悩みから解放されたいんだけれども、靴屋じゃないし病院行くまでもないっていう方に、何かこうトータルでアドバイスできる場所ってどこに行ったらいいんだろうっていう、自分もそうだったのと、お客様もそういう方がやっぱり多くて、そういう相談できるってところがどこにもなくて、なので、なんて言うんでしょうね、そういった場所がないのであれば、自分でじゃあ私が作ってしまえばいいってさ で、なので、それが、きっかけにはなってるんですけど、実際にこう足のトラブルが、根本的に起こる原因というか、合う靴サイズ感っていう、特徴とか、インソールで調整してもこう合わないっていう方に、本当の足のサイズをお伝えして、知識と理論で分かっていただいた後に、足にベストフィットっていうのを戸惑いながらも履いていただくと、やっぱり足もきついけど痛くないんですよねって思って、立ってるのが楽って、やっぱり背筋も勝手に伸びるしって、息吸うのも楽ですよねっていうことが、やっぱり足と体の変化、ボディラインも綺麗に美しくなっていくっていうことが起こってくるんですよね。なので、なんかそういう、なんて言うんでしょう、見た目や姿勢も美しくなって、で、足から痛みでエネルギーダダ漏れっていう女性が、もうちょっと一日頑張れるっていう、なんかそういう方を、なんて言うんでしょうね、こう増やしたいというか、大事にしたいなって、でもっとこう、それには足と靴がとても大事なんですよっていうことを、こう大事と思って目の前の人にいつも届けてます。ありがとうございます。最後にちょっと個人的に聞きたいのが、さっきの土台を変えることでメンタルも変わるっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、結構今うつとか自殺とか多い中で、女性がそういった痛みにとらわれずに、本当に姿勢をこうね、が良くなって笑顔が増えて、その足の土台が変わることでどんなふうに人が変化していくっていうふうに考えてるかっていうのはちょっとあったら教えてください。そうですね、本当に体を支える土台って、二足歩行の私たちって2本の足なので、土台がまっすぐ整えば、上に乗ってくる体の歪みでしたり、ずれっていうのは整うっていうのが一つと、で、痛みや不調が整ってくるって考えるのがすごく自然なことだと思う。出るんですよね。で、足の裏にはやっぱり歩くと、正しく使って、痛みなく足を使って歩けるのであれば、幸せ物質がいっぱい出る、セロトニンですとか物質がやっぱり促してくれる部分って、歩くっていうことで生まれるので、本当に私自身もなんですけど、本当はこう歩くのが嫌いなんじゃなくて、痛いし疲れるから歩くのが嫌いだしって、で、気落ちしている方とかも、なんかこう何も考えずぴったりな靴で歩けると、やっぱりあやこさんすっきりするんですよねっていう声が体験した方多いので、なんかすごくこう歩くってぴったりな靴で地に足つけて歩くっていうことは、すごくメンタルも安定するなって思うので、なんか心の栄養になるなって思ってます、個人的に。はい、ありがとうございます。いや、すごい、本当に足の土台が変わることで生き方が変わっていくんだなって、そのチャレンジをされているんだなっていうことを、はい、今日聞かせていただいて本当にありがとうございます。最後にですね、これから、愛子さんに、こう、出会っていきたい世界中の女性が、
いるなって確信があるのでぜひ一言ですね、視聴者の方にコメントをいただけたらと思います。そうですね、ご自身女性って特に女性が明るくなって元気になってしかも美しくなって健康的って健康と美容とあとメンタル心の安定って女性がすごく一番興味のあることだと思うのでなんかこう体足からもっとこう可能性があるんですよって体って整って楽に綺麗に楽しくなれるんですよっていうことをなんかちょっとこう自分の体ってどうせ私の足ってこんなものだよねって諦めてしまうのではなくいっぱい変われるのでなんかその可能性っていうのを楽しんでぜひ感じてほしいなって思ってますはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これからも応援してます。ありがとうございます。